いや、まあロシアとアゼルバイジャンが参加をされたことで、その誘致活動に、まあ、厳しいかどうかっていうのは、これはもう正直やってみないとわからないんでね。ただまあ各国がそれぞれのね、そういう持つポテンシャルをこの万博という、そのイベントにねつぎ込んで、切磋琢磨することは非常に僕はいいことだと思ってます。非常にまあ厳しいのはもうパリと一騎打ちだろうが、4カ国になろうが、まあ、厳しい戦いはこれは各国がそう思ってると思いますので、この厳しい戦いに、まあ、勝ち抜いていきたいで、日本は日本で、我々が今考えている万博の中身ですね、まあ、これは命輝く未来社会のデザインということですから、それを実現するためのさまざまな手法、商品サービス、こういうものをより具体的にねプレゼンで、示していければね、世界 BIE 加盟国の僕は興味と関心を、まあ、寄せてもらえると、こう信じて頑張っていきたいと思います。